うわ、怖い。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。逃げろ。危ねえって。ごめんなさい。ちょっとガサっていきます。頼む、セーブになってくれ。この動きを見極めるのが難しい。はい、皆さんこんにちは。今ちょっとびっくりしたのはね、前回苦労して突破したオーロラがね、いきなり出てきたことにびっくりしました。そういうわけでね、前回の続き、オーロラ地点を突破したところからスタートしたいと思います。では行きますね。うわ、すごい吹雪だな。えらいぞ、きつね。うわ、しっかり割る。よし。あ、怖い。落ちるなよ。吹雪がね、結構すごいことになってて、慎重に行きますよ。あ、怖いな。これはどうする。飛べよ。風がね、立って吹いてくるので。よし、頑張っていくぜ。あ、風が。あっ、どっか、どっからか。よし、風がこの強くなった時ね、耐えて。おかしいな。危ない。大丈夫か。このね、風の強くなる瞬間が嫌だ。
界がそれで悪いんだな。よいしょ。うわ、なんか怖いな、こういうとこ。うわ、怖い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 。なんか始まった。うわ、怖い、怖い。死んじゃった。怖いよこれ。ガコンと来て、おーし、うまい。あ、なんとかセーブできた。どうやったかって言ったんだ。ついてるよ。あ、シータがいた。キツネ、娘。あ、吹雪やんできたよ。よしよし。あぶね。キツネで誘導して、娘、キツネ。何？何それ。お前汚ねえな。まだ生きてるんだ。やはり。キツネ。逃げてきて。あ、ああ、ああ、そんな、許せねえ。マジか。ちょっと言葉がない。Nak alang ng kone magit kesa ko. Naga denay tuak at ramik. Kitsune ga.
狐が魂になった。今ね、この魂になった狐を操作してます。あー、ショックだわ。なんか変なものになったうーわー、なんだろうこれ。まあ進化したってことだ。まあいいや、そういうお話なんですよね。お、なんかフクロウがいるね。ちょっとじゃあこの動物の精霊見ましょう。Taught that there's no hierarchy. It's not everything else, and then man, you know, humans on top, and they're separate from everything. We're taught that everything is equal, and that all the animals have a human form or can be seen in a human form, and so they have just as much.Or more intelligence, you know, in fact, have a lot to teach people. And so that's how these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its human form. There's a story where a man comes up to an ice hole and then there realizes there's another man in his parka that's got stuck in the net, you know, and is just stuck like that. Oh, can you let me out? Please help me, you know. And so then he lets the man out, but then realizes that was actually a seal. That was a seal man. And just because that seal wanted that help, that seal allowed itself to be seen in human form. 面白い話ですね、今の。そういうことか。はい、じゃあね、まあそういう話です。それじゃあね、もう少し遊んでいきましょう。長押しで精霊に呼びかけ。お、なるほど、これで寄せてヌナになって、곤랑에헤리고나빡듯누나맛대기간내한괜히끝있게간을뜬백퍼가낙지랑이술에이가유일로일이끝이지그이후스승대가나고가어고치가아다시가니狐の魂はこうやって落ちる心配がないので、魂だと。でどうすればいい？こっちか。うん、多分ね、あそこの枝みたいなの飛び移るんだと思うんだ。いや、もっと上からか。あ、あれはヌナか。ヌナになりゃいいんだな。こういうことかな、多分。よしよし。で、呼び寄せて、ヌナになって飛べばいいんじゃない？よし、うまくいった。次ね、セーブになった時点でやめようと思います。ちょっと慎重にいきますね。
てはないのか。ちょっと狐で。呼びかけ。これはあれか、上に乗っていかなきゃダメか。じゃあ狐そこにいてくれ。惜しい。もうちょっとあった。風がね、こういう風になった時に飛びますね。よし。これで。あんまり来すぎると精霊消えちゃうんで。でこれを壊してうん、多分これ上に飛び乗るんだと思うんだよね。それをするにはどうすればいいか。向こうか、一旦向こうに行くのか。なんかそんな感じだね。あっ、やられちゃった。どっから。あ、よしよし。よし、セーブになったね。セーブになって終わっちゃった。難しいな、このステージ。よし。それじゃあね、とりあえずちょっと、今回はこの辺で、この精霊を読んでいきゃいいんだな。よしよし。それじゃあね、今回はこの辺で一旦終わろうと思います。ちょっとね、悲しすぎる事件がありました。あの男だけは許せんな。はい、それじゃあね、また次回、この地点でスタートしようと思います。はい、実況は誠がやらせていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。